皆さんこんにちは。24時間常時放送局のシャナナ TV がお届けするカンアラ情報局、メインパーソナリティの竹本かやです。この番組は廃棄物処理と業界のあれこれをお伝えする何でもありのインターネット番組です。業界の方もそうでない方も廃棄物処理や管理について役に立つ情報を楽しみながら学べる30分となっております。今回は以前にもご出演いただきました鉄見工業のドクター電気こと乾栄一郎さんをゲストにお迎えして、廃プラスチック類を原料で、にした、ロケットをテーマにお話を伺いたいと思います。それではカンアラ情報局始まります。その前に CM です。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や一日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内。あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか？ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。はい、それでは、今回は、鉄見、工業のドクター電気ごと、乾栄一郎さんをゲストにお迎えして、こちらにねちらっと見えてますけど廃プラスチック類を原料にして飛ばすロケットをテーマにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。お願いします、はい、よろしくお願いします、はい、緊張してます？はい、だいぶしてます。前回に続き、ね、もう大丈夫、はい、で、前ね、前回一回出ていただいたんですけども、今回は、その廃棄物との関わりと、廃プラスチック類を原料にして飛ばすロケットに興味を持ったきっかけも含めて、はい、ちょっと簡単に自己紹介だけお願いします。はい、かしこまりました。乾栄一と言います。はい、私仕事としてはデータベースを使って、IT とか IoT で、はい、それをまあデータベース使って、まあ、分析するような仕事をやってるんです。具体的に言うと、まあ、ゴミ箱の調査ですね。工場さんの、まあ、ゴミ箱を調査したりで、まあ、どういったゴミが含まれてどういう選別がいいのかなというのを業者側じゃなくて工場側で提案するような、そういう仕事をやってます。はい、はい、で、まあ、プライベートでは、まあ、中3の息子と小6の娘のいる、はい、まあ、お父さんですね。はい、で、まあ、環境の仕事をしてるんですけども、まあ、通じてやっぱり子供らの10年後とか20年後、まあ、日本ってどんなとこになってんのかなとか、地球って大丈夫かなとかいうのがあって、まあ、その廃プラスチックのことであるとか、そういったことと、まあ、ちょっとだんだんリンクしてきて、まあ、ロケットってことになったんですけども、先生、ロケットでやっぱ男の子の夢ですよね。そうやね、もう僕らもズバリ鉄腕アトム世代やから、ね、足から火打って飛ぶと思ってるから思ったからね、小さい頃は、ね、うん、ロケット本当に で、ね、で、長女のアポロ11が月へ到達した時は、うん、私中学3年だったかな、うん、もう一日中ずっとテレビね、かじりついてたもんね。で、月へ飛んでるや、人が降りるんやね、それも空ワクワクして見たね。だからロケットは本当に、それと高校大学の頃に糸井なんか先生ね、ペンシルロケットあったね、はい、こう本当にペンの形をしたロケットをあげたんや。これがもう画期的やって、実は、うん、そんなもん花火で上がるやろ思うやろけど、じゃなくてちゃんとしたペンシル型のロケットが飛んだというね、はい、ことがあったとかして、うん、あれ、僕なんかちょっと理系だから特に、ね、そういうことにはワクワクしながら見てました。はい、まあ、僕も漫画世代でもあるんで、宇宙に行く宇宙船とかっていうのには乗って地球からどっか行きたいなとかいう気持ちも ねやっぱりあったので、スタートレックとかね、スターウォーズとかね、宇宙家族ロビンソンとか、ね、あ、そうですね、その通り、もう夢があってね、あったね、もうワクワクしたものと、まあ、子供らの未来っていうのがなんか変な顔してる、楽しいなと思ってます。もう SF の世界ですね。そうやね、これはね、これまあ、少年でないとわからないよね、これね。そうですね、まあ、いまだにね、アトム作ってますからね、先生はね。そのうち連れてくるから。はい、はい、で、まあ、その、廃プラスチック
を原料にして飛ばすロケットっていうことで、はいはい、そうですね、はい、あのまあ、全国のいろんな大学さんの研究で、うん、そのハイブリッドロケットっていうハイブリッドロケットエンジンのロケット の、まあ、あの研究されてる大学が全国にあるんですね、はいはいはい、で、まあ、秋田でその、まあ、糸井先生の話も出ましたけど、うんうんうん、秋田がそのロケットのメッカになってるので、そこで年1回このタイプのエンジンを使った、うん、あのお祭りがあるんですね、能代 で、うんうんうん、でそれをちょっと知ったきっかけで、まああのまあ、ハイプラで打ち上げることできひんのかなと思っていろいろ調べ出したのが、はい、まあ、きっかけです、はい、で、まあ、イメージ的に言うと子どもたちが集めてきたペットボトルのやつとかビニールとかなんかいろんなものをまーっと詰め込んで、なんかロケット飛んだら楽しくないですかね、うん、その通りやな。あのデロリアンやろ、あれの、そうです、そうです、バックトゥザフューチャーのデロリアンがゴミ詰めてビュッと、ね、あのタイムマシンみたいに飛んでいくのね。それはもうほんまワクワクしたな、あれね。というかびっくりした、ゴミがっちゅうのね。うん、僕らロケットの燃料って固体燃料とか液体燃料とかね、うん、非常にこう、うん、レベルの高い燃料があるね、有毒でもあるけどな。そうですねけど、はい、いやそれしかイメージなかったんで、それが本当に家にあるゴミで飛ぶっちゅうのね、非常に画期的でびっくりしたね、あれはね、うん、まさにあのバックトゥザフューチャーの世界ですか。そう、そうです、ね、あれはタイムマシンやったけどね、うん、今回ロケットということ で、 そうなんで、で実際ね今日あの持ってきてもらってるんですよね、はい、実物を。大体ちょっと比べますか。まあ先生あの画面から切れますけど、まあ、私ちょっと座って私173センチです。これ180ぐらいかな、こんなロケットですね、こんなやつ。やめてここでロケット飛ばさないでこんなロケットです。うーん、でこれがそうです、こっちがエンジンのモーター部分ですね。モーターモーター、え、まあ、エンジンのことモーターって言うんですけども、エンジンの、まあ、ここに機体があって、この機体を、まあ、ここちょうど見えると思うんですけど穴になってて、はい、穴開いてます。ここから一応機体が出ることになってるんですけども、噴射するんですね。これ自身があのメタゴムというゴムでできてるんですけども、この中の筒状の中を溶かしながら燃焼して、まあ、打ち上がるというそういう形です。これがまあちょうど、先生ちょっといいですか、うん、中身で言うと上げてもらって、こういう感じでこんな感じで、ね、はい、入ってます、うんうん、はい、でここをあの改良して廃プラスチックのいろんな燃料になるものを入れて子供たちと飛ばしたいということなんですよ。うーん、はい、ここには何が入ってるの。これにはねちょっと特殊なガスが入ります。ガス、うん、でこれはアメリカのハイパーテックっていう会社の、まあ、ボンベと、燃料のそのシステムになってるので、まあ、あの機体が入るもんであればあのこのメーカーでなくても可能ではあります、うん、はい、あとここをまあ、そのあまり早く溶けすぎてもいけないですし、まあ、溶けなくてもいけないというちょうどいい、まあ、溶け方をする、まあ、プラスチックを作っていかないといけないんですけども、まあ、ここに燃焼室を一つ作って打ち上げることがある程度可能ということがちょっとできてますので、はい、こういうものですね。燃焼するっていうことはガスになるということだから、おっしゃるとおりです、体積が増えることだ、はい、ね、それをこの細いところから出して推進力になって飛ぶということだね、はい、それがこのロケットの原理、はい、ね、でこれはだけどちっちゃいやんか、ちっちゃいというか、はい、ここにハイプラ詰めるっていうのは、あ、そうなんです、うん、これ自身がまあこういうふうに形でアタッチメントになってまして、うん、まあこう取れるようになってるんですね、うん、でこれが一応燃料です、うん、でここに同じようなアタッチメントで燃焼室を設けて、うんうん、この大きさ、まあ、大体これぐらいにはなると思うんですけども、ここに燃焼室をカパッと開けてハイプラスチックを入れる、うん、そういう仕組みを今ちょっと計画中です、はい、うん、これじゃないんやね、だからね、はい、実際飛ぶ時はね、実際はそれではありません、これじゃないんやね、ここにまた別の作ったものが入ってきます、うんうん、それがハイプラスチックになるんかな、はい、ね、そうですね、これもう少し大きいやつがここについて、そうですね、はい、でここからこのガスと混合しながら燃やして、はい、そのガスが膨らむから、はい、その推進力で飛ぶっていうことやな、はい、そうです、なるほど、うん、非常にあの打ち上げの時には音もすごいですし、うん、で、まあ、240m ぐらい上がる設定をしてますので、
まあ、それ以上飛ぶと、うん、あのレーダーに映るので、うん、あの別の許可がいいねんあのなんか迎撃されねえな、自衛隊の方が飛んでくるという機体がありますので、うん、あの安全にというのはその高さぐらい、その高さやな、はい、まあ、ですね、その、まあ、地域であるとか学校であるとかで、うん、まあ、環境教育の一環として、うん、まあ、みんなプラスチックでどんなのっていうの時に、まあ、燃えていいもの悪いものあるし、燃料になるものならないものといろいろあると思うんですけど、それでロケットが打ち上がるっていうことをなんか一つのミッションとしてなんかこう伝えたらな、伝えることできたらいいなっていうのが、まあ、あの僕ちょっと動かしてきた、そういうモチベーションやな、夢のモチベーションっていうかね、夢ですね、うんうん、なるほどな、はい、でなんか僕の中ではロケットっていうのが、うん、まあ、ドラゴンなんですね、うん、宇宙に行くその乗り物っていうか、うん、あのボーエアじゃないですけども、うん、まあ、飛んでいくロケットなので、うん、まあ、今度思ってるのはドラゴンロケットをみんなで打ち上げよう、うん、ドラゴンロケットっていう、うん、まあ、タイトルでフェイスブックページを作ったりしてるんですけども、うん、はい、そういうものになります。なるほど、そうやね、それ楽しいでしょ。え、これワクワクしません？してるよ、もうずっとしてるよ、してますよ、読んでるやしてるから読んでるやワクワクするっていうかね。あー、なるほどな、はい、じゃあ先生がこれ足つけたら、ん、足につけたら熱いがない飛びなさい、240m墜落やな、とその後、はい、アトムになれますよ、アトムに。だから、子供たち知ってほしいのは、うん、世の中にはハイプラテンゴミの汚染がカロリーになることやな、うん、カロリーになることやな、捨てるのも一つの手やけども、捨てずに何かに使えるっていうことをね、知ってもらうことが大事やな。その一つが将来ひょっとしたらその子供たちが天才が現れてやな、まさしくデロリアンみたいにやね、少しのゴミでとんでもないスピードで出るよね、ものができるかもしれへんか、ね、それはそれでちっちゃい子供たちが見るとね、そういう夢膨らむよ絶対に、なんとかしようとね。まあ、ロケット飛ばせるんやったら車も走れるようになってるかもしれないですね。そうですね、ゴミは前も言ったと思うけど、私は手塚治虫さん世代や言うたな、手塚治虫さんが鉄のアトムを作った、その時のもう忘れませんね、こう未来の絵を描いてるわけやな、うん、その中のほとんどが今実現されてるね、うん、されてないのは自動車がまだタイヤで走ってるってことだけやね、空飛んでないってことですか。空飛んでないってことだけやね、びっくりしたな。で僕が学生の頃は学生の、まあ、土木やったんで道路を作る先生なんだよな、うん、君たちがもう活躍することはもう道路はそんなに耐久力いらんよと、空飛んでるから車はって言われたんよ、この年ぐらいにね、はい、なると、だからもう車はタイヤじゃなくて、だから道路はもう道筋だけだね、その何て言うの、耐久力とかそんないらないよって言われとったのに。ゴルフ場のカートみたいな感じですか。じゃあそうそう、そうカートはその年走れへん、そうあんな感じですね。そうそうそう、そういうこと、そういうことに、そういう機能になるよって言われとったんやけども、まだやな、それは。それはちょっとまだ遠いじゃないか。そうですね、うん、まだですね、うん、でも今一生懸命開発されてるも開発されてるんですね。そうそうそう、それもみんなだから、その当時それを見た子供たちが大人になっていく過程で、うん、あ、そっかそっかそっか、その分野に入っていったわけやんか、みんな、うん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 、ね、ってことは今日の放送を見てる、うん、ね、子供たちが、うん、もしかしたら岩田先生ぐらいのおじさんになったら、おじさんになったらゴミでね、ロケットバンバン飛ばしてるかもしれないですね。そう、取れると思うわ。だからこんなね、まあ今日ね、ちょうど放送はね、まだ先なんですけど、うん、今日に米朝首脳会談やってるんで、ロケットも入ってるからね、まあ世界もね、うん、どんどん変わっていけば、うん、可能性もある。軍事力にお金をつぎ込むよりも、こう宇宙の平和利用共同開発にお金をつぎ込めば、今もやってる宇宙ステーションね、はい、国際宇宙ステーションあるけどね、もっと開発して宇宙にはもっと未知のエネルギーとなるものがあるかもしれんやんか、はい、それ本当にね、スタートレックの世界じゃないけど、あの中にも出てくるんや、そういうエネルギーを取り出す鉱物が出てくるんやけど、あれが本当に出てきたら、地球上の争いって基本的にはもう宗教の争いもあるけど、基本的にはエネルギーの取り合いやねんて。まあそうですね、ていうかね、だからエネルギー問題解決すれば争いなくなるって、本当に無尽蔵にな、エネルギーがあるんであれば
絶対なくなると思うけどな、まあ、これからね人口もどんどん増えていきますね。国内じゃなくてね、世界規模で見たら人口もねどんどん増えていったらな、いろんなものがあの不足してくる時代じゃないですか。資源不足、ね、あのエネルギーもそうですけど、やっぱり今からねこういうエネルギーのことにしろ考えていくのは大事ですよね。循環やろ、まさしくこれ、ね、そう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 、めぐるね、そうそう循環をやっぱ大事だと思います、うんうん、まあね先生、うん、今 100歳の人が6万人超えてるんで、あと先生30年以上生きれますやん。生きてないよもうじゃあその間に頑張って今から落ちて死んだいや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 でね、まあ、あのところでその、あの子供たちにっていうことなんですけど、うん、なんかイベントってあるんですか、はい、夏休みもうすぐ近いですけど。そうですね、うん、まあ、あの今のところ予定なんですけども、8月14日に、はい、能勢町で予定してます、はい、打ち上げを予定します。8月14日、はい、このロケットを打ち上げるんですか。はい、機体はこれとはちょっとあの、はい、今作ってる最中になってるんですけども、はい、エンジン部分も本体もできればグリーンで綺麗な緑で、まあ、宇宙に飛び上がる竜をイメージしたものにしたいなというふうにはちょっと思ってます、うん、はい、それで誰でも参加っていうか見に行くことできるんですか。できます、うん、あの非常に広い場所を準備していただいてますので、はい、あの安全な場所であの、うん、ちゃんとしたテントでみんな参加してもらいたいなというふうには僕は本当に思ってますんで、はい、詳しい場所とか、はい、時間が決ま、日程時間が決まればまた行っていただいたらね、そうです ね、はい、ね、ぜひするし、はい、私はぜひとも見に行くしね、また見に行きます、はい、よろしくお願いします。8月14日かなんかあったかな8月14日ね、まあね、ぜひあの環境関連の方とか教育関連の方とか、はい、やっぱり何かのきっかけで、あ、こんなことになるんやなっていうきっかけになったら、まあ、ちょっと同じやるのであれば嬉しいかなという気持ちがあるので、うん、でもたくさんの方ロケットはね、うん、やっぱり好きですよね、うん、皆さんさっきここで2人で大盛り上がりやってましたけどあんな感じやと思うんですけどうん、でやっぱりあの環境業界の人たちはハイプラがエネルギーに変わるっていうのもすごいね、うん、興味あると思います。ちょうど夏休み8月14日言うと夏休み真っ只中、お盆前ですね、うん、じゃ あ, あの別にあのこの辺に住んでる人じゃなくても、うん、あの各ねあのこう分散して関東とかに行っている方でも帰省してるタイミングやと思うので、うん、ぜひぜひね、はい、野瀬町にお集まりください。野瀬町はバーベキューとかねできる施設もあるし、ね、ありますね、確かにあります、うん、あります、いいところ野瀬はねあるから、はい、そのついででもいいし、ね、はい、そうですね、またね詳しいあの場所と時間とかはあの、うん、また Facebook ページあの神原情報局の Facebook ページでもあの発信していこうと思いますし、何か Facebook でそういうこういうロケットの、そうですね、あのやつありますか。まあ、みんなで打ち上げようドラゴンロケットで検索してください、うん、はい、みんなで打ち上げようドラゴンロケット、はい、はい、で検索したら出てくるってことですよね、はい、イメージ動画みたいなのもちょっと作りましたんで、はい、あのまあ、皆さんが参加していただければ本当にありがたいです、はい、Facebook ページは一応作ってますので、うんうんうん、はい、ありがとうございます。ところでね、あの何をするにも、まあ、かかるものって言ったら、はい、エネルギーとお金じゃないですか。おっしゃる通りです、はい、これお金ってあの完全にボランティアじゃないですよね。あのぶっちゃけた話、どれぐらいかかるのこれ1回とか、うん、そうですね、まあ、燃料とかでね7,80 万ぐらいちょっとかかるんですよ。そんなかかるんです。かかるんです。もう、ね、安全対策やっぱちょっといりますので。はーはーはー、そうやね。で、場所が割と広い場所を抑えるのと、うん、あとランチャーって言ってこれだけでは飛べないんで、はい、これがある程度のこう道筋を立てて発射台、そうです。発射台も入れますし、燃料とか安全対策とか警備もいるっていうので、わりかしちょっとかかりますんで。でも先生これ環境教育ですやん、はい、別にロケット飛ばすだけじゃないじゃないですか。さっきねお話聞いてたらそのプラスチックのそのハイプラのね循環のお話とかもされるんですよね、はい、ってことは環境教育ってことは先週あのマレーシアの白檀の話してましたよで、まあ、企業もね ESG 投資っていう話をしてたんですけど、このね乾社長の取り組みにこう企業として協力するのも ESG につながります。つながるつながるつながるですね。じゃあね、
あの白檀で、あ、白檀でじゃあマレーシアで白檀植えて、で国内ではロケットねハイブライ飛ばして、これあるかな、ここに企業のそのマークを入れてすることできへんの、できますね、できるよ、あ、いいね、大体こうステッカーを貼って、ね、F1 と一緒やな、そうですそうです、ね、はい、倒産してくれたらここになんか宣伝的なね、はい、入れることできるやろ、でまあここが荷物室になってるんで、うん、これあのタイマーで開くようになってるんですね、パラシュート、はい、入ってます、追ってくる、うん、本体がパラシュートで追ってくるのと、ここに、まあ、例えば人形とか、うん、なんかボックスとかを入れて、うん、まあ、落ちてくるっていうのがあるので、ここになんか企業のマスコットとか、うん、なんか入ったらどうかなという感じがしますね、ノベルティーやな、そうです、岩田くん人形入れましょうか、入れましょうか、いいですね、誰が作んねんっていう話あ、先生落ちてるわ、何やそれ、落ちてるわ、誰も拾ってくれそんな話やっちゃっちゃうでも そういう使い方もできるんですね、そういう企業の可能性でもできるんであれば、うんうんうん、資金集めることですね、そうですね、ぜひ、うん、あのね、環境を ね、うん、広げるためにも、うん、はい、ぜひ、大体このスペース、例えばステッカー1枚分ぐらいやったらいくらとかいう募集するの、そうですね、まあ、これから考えるって感じ、ね、そうですね、もう時間ないだけど、6月、7、8月、はい、2つしかないないんですね、で、まあ、あの、うん、まあ、野瀬町以外には秋田と和歌山と、うん、それからあの横あの神奈川の相模原とかに、うん、そういう外学の打ち上げ場所がちょっとあるので、うん、関東圏であるとか東北圏であるとか、うん、あ、そういったところでもあの関係フェイクとしてお持ちすることもできますので、まあ、関西に限らず全国で、うん、はい、まあ、行政にね協賛してもらってもいいかもしれないですね、はい、町おこし、うん、はい、先生これぐらいやったらいくらにでいけますか、先生、岩田先生リアルな話になってきたね、5万ぐらいかな、あ、あれ、それで結構ですね、まあまあね、一口いくらっていう形で、ね、一口5万ぐらいでね、うん、集めたらな、うん、はい、うん、夢と希望を詰めて、うん、あのロケット飛ばしませんか、はい、っていう形でね、ぜひぜひあの、はい、ご興味のある方はね、あの、はい、まあ、協賛という形でもいいですし、あの実際に8月に、あ、8月14日にあの能勢町でイベントをされるということなので、あの一度見に行っていただいて、ね、はいはい、で別にそのね、あの協賛はずっと募集してますので、はい、ぜひぜひ、はい、お願いしますということで、はい、本日も夜ありがとうございました、はい、それでは、はい、先生教えてのコーナーです、その前に CM です。シャナナ TV スタッフ大募集、あなたもシャナナ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか、楽しくてしかもためになるシャナナ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた、今すぐご応募ください。5秒前、4、3、2、ご応募はシャナナ TV ホームページ、メール、シャナナ TV フェイスブックページから。はい、それでは先生教えてのコーナーです、はい、先生前回に引き続き廃棄物処理法の編成についてお話をお願いしますということで、はい、3回目です、3回目ね、はい、ちょっとこのコーナー時間が短いんでね、なかなか進まないんですが、前回はあの公害病のことね、はい、話して、それがきっかけになって、はいはい、廃棄物処理法が制定されて、はい、今ずっとねつながってきているということで、ところが廃棄物処理法は、うん、改正がむちゃくちゃ多い、多いです ね、うん、これがまたあの分かりにくくしている一つの原因でもあるんやね、手続き法は簡単な手続き法なのに、何条あったんかな、これ全部で廃棄法何条でしたっけ、30何条なのにちゃんと覚えてき数えたら160になった、160でしょ、うん、あの来る前にちょっと数えました数えてから158って前言ってましたもんね、うん、それ増えたんや、またあの、うん、160ザッピングスクラップのやつ、ね、17条と2個増えた、160になっちゃって、それ法律の方やろ、はい、不正奨励な、うん、多分ね先生ね、それ透けますわ緑色やから透けるわそうか、ここ透けてるかギリ透けるかもしれない、うん、こんな分厚い三段、うん、これ三段式やけどね、法律があって政令あって規則書類あるやつね、通知書ね、これが、まあ、我々にとってはバイブルみたいになってるんやけども、はい、その改正が多いので分かりにくいとかね、うん、その中でもだけど特に我々が業者として知っておいてくれた方がいいなというね、エポック的な法律改正があるので、それを少しだけご紹介したいと思います。はい、はい、まあ、昭和45年に改正されて、はい、まあ、その後いろいろ改正あったんやけども、うんうん、一つはね、
特別管理産業廃棄物が導入された、はいね、以前はそんなことなかったんで、もう現場の人はもう注射針が当たったりとかしてね、もうどんどん感染してたりとか、あの危険ですよね、危険だったね。特別管理産業廃棄物の制度が入ったのが平成3年、はい、でこの時にマニフェストが初めて導入された、はい、これ特管についてだけね、で全面的にマニフェストが、導入されたのが平成9年、平成9年まだ20年ぐらいですか、20年ぐらいもね、それでもまだ完全に行き届いてないということになるよね。そうですね、まだ知らない人多いですもんね、それね、知らない言ってるなまだ知らない人まだ何ですか言うと言ってるからね、マニフェストね、おかしいな、ちょっとでもあの、ね、あの知っておいてほしい、で電子マニフェストのね流れが来てるので、はい、それも必ずねお願いしたいなと思っております。それとあとは委託契約書がね、強化されたのが、平成3年、これも平成3年ですけども、はい、委託契約書がかなり、書面化された。それまで口約束やったんですか。口約束ちゃうけどもちゃうけども一応民法の規定にやるとなってたから、そうなると別に口約束でもよかったわけやね。だからそれやったらちょっと、リスクが高すぎるし、あとあとトラブルの元になるので書面化されていくとね、これ平成3年です。でその後、マニフェスト制度がもう同じく3年には、特化についてね、マニフェスト、義務化されたけども、全面的には平成9年で、その後ずっと強化だけしていったね。いろんなあのその頃小泉さん、自民党の小泉さんが首相で、規制緩和やって言ってたのに、配送法だけ規制強化がどんどん進んでいったという流れになってね、それはもうやむを得ないけどね。あの環境なんか背景あったんですか、あのいやあの不法投棄が多かった、あ手島とか手島、青森、岩手、境目、岐阜、もうそこで不法投棄があって、その不法投棄を回復するのにもとてつもない時間とお金がかかる。びっくりする ね、あの手島解決するのは多分600億ぐらいかと思う、まだできてない、まだ一応あれ新しいの出てきたんですよね。そう新しい廃棄物出てきて大変なんですよね。湧いてくるかっちゃうね、ほんまにね、まあ、そんなんで、あのそういう背景があって大量な不法投棄が起こったおかげで、そういうあの規制の強化に走りました、はい、で業者に対してはあの無知だけやったらあかんので、雨ということで例 の、 あの有料認定制度ね、はい、そういうのも出てきてます、ね、そうですね、うん、はい、ちょっとねあの詳しいこといっぱい言いたいなと思って持ってきたんだけど、なかなかできないね、量が多いからですね、まあ、量が多いからね大切を思って、まあ、あのとにかく法律については一度ね、あの業者の方含めて、排水業者の方は当然こういうのもってあるんやけども、処理業者の方もこういう法律をねいっぺん当たってみることは大事。自分とか何か困ったことあるでしょ、あった時は一回当たってみる、で見てみる、ね、それが必ず企業の強さにつながってくるので、よろしくお願いしたいなと思います、はい、はい、ありがとうございました、はい、それでは、今日も明日も一日ご安全にということで、はい、また来週、また来週ご安全にロケット気に入ってんな入ってんな、いいね